おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、新日本プロレス悩める真田、まさかの LIJ 脱退か。イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、真田選手がめちゃめちゃやばい状態になってますという動画でございます。どういうことかと言いますと、真田選手が、史上最大のスランプに陥ってるんじゃないかっていうところなんですけど、どういうことかと言いますと、まず昨年11月に、シングルで、キャリアにかなり差がある成田選手に負けちゃってますと。そして今年に入って、1.21 対ノア、対混合のソヤ・マナブ戦でも、ここでもシングルで敗北してます。そしてつい先日もタッグながら海野翔太選手にも3カウントを奪われてますっていう中で、ここ最近の戦績で考えたら真田選手ちょっとめちゃめちゃやばいぞっていうところなんですよね。で、振り返っていくと、真田選手ここ直近の活躍って何をしてたのかなってなると、昨年2月に IWGP US ヘビーを巻いたんですよ。ね、巻いたはいいんですけど、もう間もなく、怪我で、そのベルトを返上してしまうっていうところになってから、それからもうほとんどと言ってもいいぐらい、ちょっとなかなか浮上しないまま、今に至るという形で、まあスランプと言えるんじゃないかなって思うんですよね。で、他のユニットメンバー、例えばロスイングのメンバーでの活躍を考えたときに、例えば内藤さんで考えると、次、武藤さんの引退試合の相手として選ばれてます。これも最大の栄誉、名誉ですよね。そして、高木慎吾選手も次期 IWGP 挑戦が決まってます。そしてまあ階級は違いますけれども、高橋宏夢選手も天草選手との、団体間、またにかけてのジュニア頂上決戦っていうのが決まっている中で、まあ、他のメンバーがしっかりと成果であるとか、形を残していってる中で、真田選手だけが今取り残されてると言ってもいいんじゃないかなっていう、相当やばい、状態になってますよというところなんですね。で、そこに対して真田選手は、バックステージのコメントであるとか、インタビューの記事などで、気づき上げてきたものを一回ぶち壊さないとダメなんじゃないかっていうコメントも出てますし、あと環境のせいにしたくはないけど、環境を変えるっていうのも一つの手なんじゃないかっていう風にご本人はもうおっしゃってます。まあ、真田選手ももう明らかなとしてるわけではなく、相当今の自分自身の現状っていうところをかなり悩んでるんじゃないかなっていうのが、ここでのコメントに現れてますよねっていうところなんですよ。で、まあ、意味深な発言とかがかなり続いてはいるんですけど、じゃあこの築き上げてきたものを一回ぶち壊さないとダメって何なのかってなると、まあ、一番今多く言われてるのが、ロスインゴを脱退するっていうこと、そして他のユニットに行くっていうのがもう一つと、そしてこれは考えたくないですけど、新日対談で一回自分自身をリセットしていくっていう、この二つの環境の変化っていうのが考えられるんじゃないかなって思ったんですけど、さすがに対談はないのかなと思ってますと。それこそ対談してしまうっていうのは、なんていうのかな、それこそまあ一つの逃げって言っちゃうとおかしいですけど、やっぱり今の戦ってるこの場所の中での、まず環境を変えていくっていうのが一つの、今の現状に対して打開するための一つの、それは踏ん張ってほしいところっていうふうに私は思ってますというところなんですよ。で、まあ、とはいえですよ、ここまで真田選手が悩んでるスランプになっているところを考えたときに、他の、今の新日本の選手とかで、こういった不調とかスランプに悩んでる方っていうのはいるのかいないのかって考えたときに、それはちょっとさすがに今っていうところでいくとないのかなと思う反面、じゃあ逆に、こういったことになった時に思いっきりそれをステップアップにして大成功を収めた人物が過去新日本プロレスにいるんですよ。それは誰かというと、そう、かつて新日本プロレスに所属して2月に引退を控えております武藤圭司選手。そう、かつての真田選手の師匠、とも言っていい武藤さんが実は同じようなキャリアを踏んでるんですね。
で、あのこれはかつての記憶というかあの記録なんですけれども、武藤さんは、まず自分自身のライバルと言ってもいいグレートムタ選手が先に IWGP のベルトを巻いてるんですね、実は。そして、同期でありこれもまたライバルと言ってもいい、闘魂三銃士の橋本真也選手にも先に IWGP ヘビーのベルトを巻かれちゃってますと。自分は挑戦するんだけど、どうしてもそこに勝てないっていう中で、そして当時の最強外国人選手だったスコット・ノートンにもシングルで勝ったことがないし、勝てないっていう中で、数ヶ月行方をくらましてしまいますと、うん。で、その中で帰ってきた武藤選手が吹っ切れたような、戦いを見せて、当時の IWGP チャンピオンだった橋本選手を破り、そして今の武藤さんが出来上がっていくっていうような、そういうね、まあ、逆境であるとか、スランプをバネにして、しっかりとステップアップして、やっていったっていう武藤さんの例っていうのもあるので、ある意味、この真田選手の今のスランプっていうのは、実は大チャンスなんじゃないかっていう見方も実はできちゃうわけですよ。じゃあそうなってきた時に先ほどの話に戻ると、じゃあ環境を変えるとか築き上げてきたものを一回ぶち壊すってどういうことなのかって考えた時に、やっぱりロスインゴベルナブレスでハポンをユニットを抜けて別のユニットに所属してもう一回キャリアを積んでいくんじゃないかっていう予想を立てられてるファンの方が非常に多いんじゃないかなっていうふうに思いますと。じゃあここで仮にですよ、真田選手がロスインゴを抜けた時にどのユニットに入るのかっていうところをちょっと私なりに予想させていただくと、まあ、まず消去法から考えた時に、僕自身本体、ケイオス、バレットクラブ並びにハウスオブトーチャー、この4つはないんじゃないかなっていうふうに僕は今思ってて、なぜかというと、本体に関していくと、まずもうエース路線って言われてる、先日ね、自分自身から3を取った海野翔太選手がまず本体に今所属してるから。で、まあ、棚橋宏、海野翔太路線っていうのが仮にある中で行った時に、ここに真田選手の身の置き場っていうところは、ちょっとさすがに作るのはしんどいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、かって、真田選手がそこに入ったからといって、海野翔太選手の引き立て役になっちゃう可能性っていうのもあるわけですよ。さすがに本人も環境を変えてまでそんな立ち位置にはなりたくないと思ってるので、さすがに本体はないのかなと、うん。そして次にケイオス。ケイオスに関していくと、かつてライバル認定された岡田和親選手の横には立てないんじゃないかっていうのが私が NG としてる理由。そしてバレットクラブに関していくと、もうかなりここはもう人員もいっぱいいっぱい、もうかなり大量にいらっしゃって、そしてまあ外国人選手がメインって言ってる中で、そこに身を置くっていうのはさすがにしんどいんじゃないかなと。そしてハウスオブトーチャーに関していくと、やっぱりかつてロスインゴを裏切ってそのユニットを作ったイーブル選手がいるところ、まあかつてはタッグパートナーのねイーブル選手がいるところに、さすがに自分自身が名乗りを上げて入っていくっていうことは、これは考えられないんじゃないかなっていうところで、その4つの、ユニットに関してはちょっと入るのは厳しいんじゃないかなと私は思ってます。じゃあどこに入る可能性が高いのかって考えた時に、やっぱりこれは、ファンの皆様からのご意見が一番多いのが、やはり太一選手が率いるジャスト・フォー・ガイズ、このユニットが一番入る可能性が高いんじゃないか。そしてもしロスインゴ抜けるんだったら、そのユニットに入ってくれっていう声が一番大きいんですよね。まあ正直太一選手たちに関しても、ここのジャスト・フォー・ガイズっていうユニットに関してはかなり戦力が今乏しい状態。で、ヘビー級に関しては太一選手一人のみっていう形で、正直言って戦力を今一番欲してるのがジャスト・フォー・ガイズとも言えるんじゃないかなっていう、僕思ってるんですよ。そうなってきた時に、やっぱりかつてここ数年太一選手との戦いの中ですごく楽しそうに太一選手と、まあ、拳を交わすじゃないですけど、プロレスをやる真田選手っていうのがすごい印象的ですよねと。まあ、これまでは向かい合って来た二人だけれども、もう次は横に立つのもいいんじゃないか、太一選手と真田選手が横に立つ姿を見たいファンって結構多いと思うんですよ。
そして真田選手といえばやはり無口なキャラクターっていうのが一つ印象にあるんじゃないかなと思うんですけど、これ裏を返せば喋りがあまり上手くないんですよ。これズバリ言っちゃうと。でこのここまでね、のキャリアを重ねてる選手がいきなり喋りが饒舌になるっていうこともさすがに考えにくいっていうなった中で、じゃあその真田選手の喋りを補ってくれる選手がやっぱり横にいてほしい、同じ日東に行ってほしいってなった時に、やっぱり太一選手しかり、やっぱりその喋りといえば高道の選手ですよねと、こういった選手がしっかり脇を固めることで真田選手のウィークポイントっていうところをきっちりと補ってくれるんじゃないかっていうのが、やっぱり私が一番考える、あの身の次の身の置きどころとしてはふさわしいんじゃないかなっていうところで、やっぱジャスト4ガイズがやっぱり一番目に来るかなと思ってます。そして二つ目、まあ、これはちょっと対抗というか大穴に近いところなんですけど、ユナイテッドエンパイアが、これがちょっと二つ目の候補として上がりますと。まあ、ここはもう、ここもバレットクラブ同様、外国人選手が、もう、大半のユニットなんですけども、やっぱり王冠選手が一人で、やっぱスポークスマンを務めてるっていう中で、まあ、当然皆さんご存知の通り、王冠選手も喋りがめちゃめちゃ上手いわけですよ。だからそういったところで、真田選手の、言葉、ね、言葉とか、そういったところを補ってくれる王冠選手がいてくれるっていうのも人に必要いんじゃないかなっていうふうに思ったりであるとか、まあ、ヘビー級に関して言っても、ユナイテッドエンパイアは今日本に常駐してるメンバーで言えば、まあ、常駐じゃないけど、まあ、オースプレイ選手、まあ、これがトップとして、そして、グレート王冠選手、そして、ジェフコブ選手と、この3人がいたりしてますよねっていう中で、まあ、ここをうまくテレコとかでやっていく中で、例えば、日本人、プラス外国人の、今、最近の新日本プロレスの、名タッグチームの、まあ、トレンドと言ってもいいですよね。日本人と外国人選手が組むっていう中で、真田選手と誰かが組む。例えばですけど、ジェフコブ選手ね、パワーとテクニックっていうところで分けてもいいし、そしてオスプレイと真田っていう、なんかもう本当に、まあ、天才肌の二人が組むっていうのも一つ見てみたいっていう気が、やっぱりするので、これも一つ面白いんじゃないかなっていうふうに、私は思った次第ですというところですね。なので、私自身の見解としては、もし万が一ロスインゴを抜けるのであれば、やっぱり本命はジャスト4ガイズ、そして対抗、で、ユナイテッドエンパイアっていうのがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思った次第であります。はい。とはいえ、真田選手も今年のこの1月で35歳になりましたっていうところで、まあ一つ、まあこれからアラフォーを迎える選手にとっても、やっぱこれが次のラストチャンスっていうところで、まあ環境とかそういったものの転換を考える一つのいいきっかけになるんじゃないかなって思いますね。まあどちらにしても今年はこの環境の変化っていうのを機に、真田選手が思いっきり大躍進していく可能性が高いんじゃないかっていうところを、このまとめとしてこの動画を終えたいと思います。ぜひ皆様のご意見ご感想も聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども、形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイ。